あ、まだなんか出さはるんですけど。今日は雨だったんかいな、これ。あ、ちょっと降ってましたね。うん、今来る時も止んでましたけど。ああ、なんか今日昨日降ってた天気予報で曇りと晴れと混じってたぐらいやったような気がしたけど。はい。それに今日知らないお客さんが嵐山の近くから来て来たりでね。ああ、そうですか。覗かはりましたね。今まで一月に一人もお客さんが歩かないから。ああ、そうなんですか。バカのお宅のおかげと思うわ。いやいやいや、やっぱり。まあ、でも反応はね、僕に教えてくれっていう人が。はい。やっぱり辿って、ホームページじゃないか、なんかこの電話番号の書いたページに辿り着いて、そうですね。あれするもんか知らんけど。でもここまで来んのも、だから京都の人じゃないとちょっと難しいですね。そうそうそう。高橋の人やったら、レンタカー借りて来ないと来れない。長岡京駅着いてからまだバス乗らんからね、ここまで。そうですね。タクシーでも伝わるかどうか。そう。阪急のみやったら割とタクシー。7点やったらいいんですけどね。ああ、うん、迎えに行ってあげるんだけどね。これウサギですか。ウサギですね。ちょっとね、カエルかウサギかわからない。なんか遊んでますね、うん、描いた人。そんなスマホで上手に撮れるんですね。いや、まあやっぱり限界はありますけどね。いや、パッとほら一箇所映してはちょっとズームでアップしたりとか、そんなカメラと同じようなやり方が。昔のカメラやったら分かんないけど、なんか新しいかやったな。鳥か、うん、いや、今回ちょっと焦った。ああ日付を勘違いされてた。今日までこれあれ思い込んでたからね。書き物が今日までだと思われてたら。だからこの前の日曜日を終わって、はい、月曜日何にもしてないの。ああ、そうなんですか。そう。ほんで、気づいたら。火曜日気づいて、はい。テレビで、今日3月1日が何とか言って、今日3月1日って。そうですね。これと展示会せんならへんって。もう、せっかく展示会せん。そやの夕方から、子供の子守に行ってきて。はい、今日お孫さんですか。まあ、子供、孫や。孫、はい、うん。行ってきて。いや、ちょっとこれほんま都合悪いねけど。それも何ちゅうかな、そのいろいろなやつは。この出てきに名前。今回の展示は中国と朝鮮と。と朝鮮展ですね。知らん間にこんなよく溜まっても大変。すごいですね。
っぱりちょっと明治時代ぐらいのものなんと人気があるかしら。はい、安で買える店とかがないのでね、割とこれの伊万里焼やったらまだいろいろ店によって安かったり高かったり幅があるから、はい、上手にね、うん、見つけたらあれやけど、そんなん分かる人しか買わへんでしょ。で分かる人しか持ってへんから、はい、なかなか予約しますってね、あの老人もいらないんだよね先生もきついですよね。生徒そんなに打てられへんしね。あ、生徒のうちにややこしいこと起こったらほったらかしといて、ややこしいこと起こったらあんまりいいんじゃって、はい、それで、器でこうちょっと酒を飲むっていうのが、はい、楽しみやったんですか。さらに自分のおかず入れるぐらいは今しのお皿に、はい、ちょっとね、行き過ぎてこんなになってしまった。そっからですか、うん、その当時から当時とか天神さん行ってはったと。まあ、そういうね、ちょっと趣味が、はい、酒飲むとちょっと美味しいもん食べるお皿ぐらいはとか言うて、はい、あの、あ、ね、人弁になってる境人弁、はい、使徒みたいな形のもようってみんな東火災人馬用、そう、火災火災中の色がついてるっていうか朱色かなんか色が、はい、火災、人梅、葉、だからこんなんもみんな葉ですが、この、ああそこも女人葉、女の人の葉とか、はい、兵隊の葉とか、すごいっすね、葉そんなのが残ってたんやけど、まあね、あのでかい墓でいっぱい埋まってたよね。お墓から出たやつですか。そうそう、もういっぺんに何体も出てくるのちゃうかな。あの中国の世界遺産でありますね。ああ、すごいな。兵隊の形したんでもいい。まあ中国はごついませんけど、いつまで延長なのかな。また延長ですね。割と少なかったのに結構増えてますもんね。そうですね、まだ1000人超えたままだとちゃうかな。1500人とかね。多いです、結構京都の人口が東京と比べたらね。人口の割に多いですね。そうそうそう、東京も言う、今日言ってたけどね、14人に1人かかってることになってるで。ああ、そうですか。すごい。もう、迫っとるわね。京都でどれぐらいだろうな。李朝。雨漏りでという。雨漏りで。あの、使ってるうちに染みてくるかな、なんか。はい。はい、飲んだもんがね、そういうのは雨漏りでって言うんだけど、人によったら卵でという人もあるんだけど、正式にはちょっと大変でね、黄色がちょっと黄色っぽい、はい、うん、この高台なんか3つ出っ張りがありますね。いつかの方に団子を置いて焼いたものが残ってる。ああ、それが残ってるってことですか。ああ、上薬が垂れて、はい、台にひっついてしまう。あ、で、団子を置いたり、砂巻いたりね、はい、砂を巻いといて、上に乗せるとか。あ、そうですか。ミン。それと、また、今また出発し、今にはやっと、はい、中国のね、あれ真似して作りかけたぐらいですか。ぐらいだからな。そういう意味では中国はすごい。だけどね。
松か。松が止まってますね。松からなんか垂れてるのは何なんですかね。鶴でも、何取ってるのか。垂れてますね。そんな図、当時、ええなとか綺麗なとか思ってんだな。ね、どうだったんですかね。いまいちよう分からんけどね。結構それ。こっちの図柄って結構現代の人が端っこに真似てはりますね。うん、裏まで行ってたんちゃうか。あ、これ裏まで来てますね。そうそうそう、はいはいはい。うん、これからよう見たら線彫りで陰刻になってるじゃん。ああ、そうですね。白磁の方、陰刻になってる。はいはいはい。何のために使ってたんですか。陰刻に、その、見たら陰刻見る必要はないのにね。ああ、そうですね。これ多分現代の人こう真似てるけど、このぐらいの値段ちゃうかな。一緒ぐらいかもしれない。ついてって書いてみんな言うんですよ、店の人が。はい、相手の店はちゃんとした店やったそうじゃないけどね。色の出方も全然違うんですよね。濃いさもこうね、構図が違うのが面白いな。また裏にまで曲げてるっていうのもどういう発想かしらね。だから全部、ここは掘ってあるんですね。陰刻になってそれ、もったいないのに。白磁に陰刻やったらね、またみんな気がついてあれするけど、仲間やから鎌が下手です、だから日本でやったらクラワンカみたいに、はい、安もんないけどその方が味があるってまた逆にね言う人もある。うん、裏ひっつかんように砂工台の砂工台砂のとこれが釉薬が垂れて、はい、置いてある板にひっつかんように砂をバー巻いとくんですよ。はい、さっきのは団子言ってたけど、砂を巻いといて、そして砂にこの上薬が垂れ流れてひっつくこともあるさかい。全部砂が噛んでますね。砂巻いといて一番手取り早い、団子置くよりね。ああ、そうなんですか。陶器のこの板みたいな台があって、はい、そこへ砂ピャーピャーと巻いて置くだけでいいねんから、段を丸めて一個ずつつけて高さそれを、あ、なるほど、揃えるのまた手間やから、手間ゲテ仲間やから、そんな、ゲテ仲間っていうことは、まあ、職人が、まあまあ、いやいやいや、まあまあ変な言い方したら貧乏人は向こうになんか買う。あ、金持ちはピリッとしたやつ。まあそのクラワンカでも、そこの鴨川淀川で、まあおでんみたいなもん、クラワンカ食わへんかいて、クラワンカいて、あと川に捨てられても、はい、まあどうもないぐらいの手間のかからんやり方。はい、それが大変で開くな感じがして、今結構高いです。高いですよね。普通のサラリー逆にたくなって分厚くて素焼きもせんと全部洋国や。
オタク、馬力あるね。走り回ってんのかな。もういろんなとこ行ってます。もう全部行ってますね、京都。すごい。まあ骨董市は全部行ってますし。はい。こちら誰も来ないけど、それこそオタクもあれで。なんかそれ反応があったら嬉しいですね。まあ、そのせっかく展示してね、一月で一人か、せいぜい二人、しかも。そんなんやったんですか。そうですよ。で、オタクがこれみんな役立ったんばっかりやもん。そうですよ。せっかく来た人でも。分かってる人はいないという。分かってるし。だから今日、朝来て、朝だったかな、来てくれた人も、はあ、嵐山の絵相手言うたんだけどね。理長のこと結構よく知ったって、なんかこれは安くなりますかってさ、なんか買っていかれましたか。いや、ほんで、あ、これパルスプラだけ買って世界に、はい、あんま安くならへんわいから、そんなのもやめとかってことね。ああ、そうですか。坂月3万8000円ついてたやつ、あんなパルスプラだけ買ったらもう。なかなか上乗せできんね。向こうでもねぎるけどね、はあはあ、あんなとこ3日かで、あの準備の日も入れた4日か借りて、結局そうですね、14、5万かかんじゃんって。ああ、出店料が、出店料が高いですね、パルスプラザは。それはまだ目払いやろうけど、安いのかな。そうですね、ホテルにも泊まらなかったし、ね、ほんで高速道路、片道1万円と片道ごとかな、9000なのか、往復あれしてガソリンも大方1万円で命やから。そうですね。まだもう20万仕事やん。朝昼晩の飯も外で食わなんからね。はい。20。コオロギですね。バッタかコオロギか。あ、バッタか。バッタかコオロギ。結構、そうですね、イナゴか。はい。トンボもいるのかな、これ。トンボかな。これも洋国やな。洋国なんかはおそらくこの土型みたいな、粘土が型みたいな、あの陰刻になったようなものの上にそれをやら、ろくろがあっていいし、ろくろを作ったお皿をその型の上を押し付けてね。ああ、押し付けるんですか。粘土で型作っといてね。はいはい。そういう、うん。あ、そうなんですか。だから一個、例えば一個は手でみんな洋国のも作らなんかもわからんけど、でそれを